ないといけないので15分だけ配信します。明日はねちゃんと30分やるので、ちょっと15分だけ配信します。ごめんね。おはよう、おはよう、来てくれてありがとうございます。ありがとう。そう、今日はあれなんですよ、早く行かないといけないし、テストなのでね、ちょっとやばくて。おはぽん、おはぽん、来てくれてありがとうございます。おはよう。カイトさんかわいい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ごめんね、15分しかできないんだけど、申し訳ない。おはようございます、おはようございます、こんにちは。えらい、ありがとう。インパルスさんもタイコン変えてる、かわいい。水色の四角い豆腐それでも配信進み、いっぱいライブありがとうございます。ありがとうね、申し訳ない。テスト頑張って、ありがとう、ありがとうございます。おはよう、おはよう、ね、なので15分経ったら教えてほしいです。多分気づかないと思うから、ちょっと準備しつつ、しつひつしつつ、準備しつつやっていきたいと思います。昨日ひーたんがうーたんに自分の洋服あげたいって言って、本当に欲しいんだけど、気づいてくれてありがとう。いえいえいえ、森健銀河さん、水色のハートありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。フラペチーノさん、水色のハートありがとうございます。ありがとう。あ、みゆ勉強頑張れ、頑張るね。ちなみに今日は何のテスト、今日は理科と国語です。理科と国語頑張ろう、頑張んないといけないけど、そう、全然ね勉強してなかったからちょっとえぐい、マジで頑張んないとって思ってそうですね、今日は配信して45日目なのでね、これをね日課にしようと思ってて書いていきますね。15分だからなるべく多くね、はい、し、いろんなコメント見れるように。頑張るね、ありがとう、ここ頑張れ、頑張る、ありがとう。ちょっとやばいんだよね本当に、頭バカだから。しかも理科さめっちゃ苦手なんだよね。しかも今回さ、うん、やばいやばい、今回文法なんですよ、国語が文法なのでやばいんだよね。みんな文法わかりますか？文法やばい、全然しませんって人が100点取るんだよね。え、嘘そうだよね、普通そうかもしれないけど、逆にねもっと悪い点数取っちゃうんで、私はそういう人間なのでね。またうたんに話するって、本当にカリンクスさんフォローありがとうございます。ありがとう。15分のテロップ出るからわかるよ。そうわかるけどさ気づかないんだよね。雨でも日焼け止めは必ず塗る。フェニックスさん初見の方、おはよう、おはよう、来てくれてありがとうございます。おはよう、おはよう。そういつもね朝は30分配信してるんだけど、今日はねスクールバスの関係とかもあって15分しかできない。誤解やな申し訳ない。おつぼん、おつぼん、皆さん来てくれてありがとうございます。ありがとう。何するっけ、コンタクト入れよう。おはようございます。おはよう、みんな来てくれてありがとうございます。ありがとね。ちょっと申し訳ないんだけどちょっとしかできなくて。そう今日雨強くない、やばいよね、ザーザー降り。今日から昨日から
今日からか昨日からか梅雨に入ったらしくてやばいんだよねって。こんにちは、インドネシアから来ましたジアさん、ありがとうございます。ありがとう。ダメだ、また違った、本当にまた出てほしい、出たらいいね。おはよう、おはよう。鏡なしでコンタクト入れられる？いや、鏡置いてる一応、でも別になしでも入れられる、ちょっとね。けど絶対鏡した方がね、鏡ありでコンタクトは入れた方が。そうだね、ちょっと準備しながらで申し訳ない。しかも15分しかできないからね。おはよう、おはよう。皆さん来てくれてありがとうございます。ありがとう。なんかめっちゃ痛い。 JKT48 ご存知ですか？ご存知です、知っております。おはよう、おはよう。スクールバス乗っていくの？そうそうそう、けどそこまでに行かないといけないから、乗り場までに。そうだから雨降ってるから混むから、ちょっと早めに家出ないといけないし、今日テストなのでね、頑張らないとって思って。歌の私服は自分と似てるから似合うと思って。え、そうなんだ、ヒータン優しい。昨日から梅雨に入ったらしいね。しかも台風が接近してます。やばいね、飛ばされるよ、やばいね。みーちゃん、だんだん綺麗になっていくね。学校との両立は大変だと思うけど応援してる。バイトありがとうございます。もう頑張るね、ありがとうね。おはよう、おちびちゃん。おはよう。おちびじゃないけど全然大丈夫ね。とりあえずは本当にありがとうございます。そうだね、ちょっとやばいんだよねテスト。今日はいい天気で晴れてるよ、距離が遠いんだ。え、そうなんだ、やっぱね違うよね。だから明日とかはもしかしたらね雨降るかもね。テスト頑張って、ありがとう。ママさんに送ってもらおう。そう、そのバスのところまでいつもねママに送ってもらうんですよ。そっから乗るんだけど、そうね、ちょっと早く出ないと間に合わないからって言われました。ピンポンが飛ばされる、そこまで飛んできて。そこまで飛ぶかな。おはよう、おはようございます。皆さん来てくれてありがとうございます。ありがとう。風邪ひかれん、風邪ひかんように、ありがとうございます。そうね、風邪はひかないように頑張ります。ありがとうね。やばい、本当に寒いし、そう寒かったからもくもくの服を着ました。おつぽん、おつぽん、皆さん来てくれてありがとうございます。ありがとう。ちょっといつも30分するんですけど15分で申し訳ないです、ごめんね。おはよう、おはよう。車で送ってきたよ。送っていってくれるの？ありがとうございます。寒いね。おはよう、おはよう。来てくれてありがとうございます。ありがとう。ちょっとめっちゃ準備しながらで申し訳ないなって思います、ごめんね。来てくれてありがとうございます。申し訳ない、めっちゃちょっとの時間で申し訳ない、ごめんね。9時41分、ありがとう。何分、何分やれば15分なんだっけ。どう、32分に始めたから47分か、あと6分。ありがとうね、ごめんね。おはよう、テラルさん、おはようございます。来てくれてありがとう。おはよう、おはよう、ありがとうございます。明日はね30分配信ねするからね、見てほしいなと思います。申し訳ない、ごめんね。47分あれ、ありがとう。
かめっちゃ目覚めてるんだけど。イエーイ。今日はあれじゃない、普段じゃない、普段の夜配信する時の顔じゃないですか。結構目覚めてるんだけど仕方ねえじゃん。ありがとう、おつぽんおつぽん、皆さん来てくれてありがとうございます。余裕持って48分まで、そうだね48分までいきたいと思います。みんなありがとう、来てくれてありがとうございます。初訪問の方、2度目の訪問の方、皆さん来てくれてありがとうございます。そしていつも配信を見に来てくれている方々ありがとうございます。ありがとう。 STU48 さん、研究生の梶原美恵です。よろしくお願いします。ちょっと画角がおかしいけどよろしくね。徹夜か、うん、全然全然何もやってないけど勉強はちょっとしたけど本当に多分頭入ってないと思うマー君さん、初見の方来てくれてありがとうございます。ありがとう。 STU48 さん、研究生の梶原美です。ぜひよろしくお願いします。おはよう、おはよう、ありがとう。みんなこんにちは。髪の毛ね、まあやばいけど髪の毛は今日は普通に結ぶのでね。今日はレッスンがあるから夜は配信できないんですけど、けどあの明日、明日はどうだろう、明日はもう夜できるかな、明日は夜できるかわかんないんだけど、夜配信できるときはやりたいなと思います。夜配信ができるときは朝は多分配信しないからね、あの配信予定時間を見てほしいです。お願いします。テスト頑張ってね、お仕事行こうかな、またね。ありがとう、来てくれて、お仕事頑張ってください。いってらっしゃい。おはよう、おはよう、頑張れみゆっぽんみゆっぽんカタカナだった、なんか魚みたいじゃない、なんか魚のお魚の深海魚でいそうだと思ったんだけど。おはよう、おはよう、皆さん来てくれてありがとうございます。ありがとう。普段は 朝だと30分で夜だと2時間1時間配信してるので、ぜひよろしくお願いします。今日は毎日配信を始めて45日目が経ちました。ありがとう。毎日配信パチパチ、継続心が大事。晩に勉強するより早起きて勉強した方が集中できるから一度やってみて。そう、今日は夜早く寝たんですよ昨日で、朝起きて、朝っていうかさっき起きてやちょっと勉強してて、で、まあ、勉強して今配信して、ね、それで準備して学校早く行って、そうスクールバスで学校行ったら早く着くんですよ。今日雨だから分かんないけど早く着いたら勉強できるかなって思います。パチ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 、ありがとう。継続は力なりパワー。広島市やばいね、雨がやばいらしいです。あと3分、あと3分、なんかやだね、カウントかなち。おつぽんおつぽん、皆さん来てくれてありがとうございます。ありがとう。学校で勉強できるね。そう、でもルームが8時25分に始まって、学校着くのが8時10分、雨だと8時10分15分とかだから、普段8時なんだけど、だからわかんないんだよね。成田和弘さん、フォローありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。めっちゃ早口でごめん。成田和弘さん、初訪問の方来てくれてありがとうございます。ありがとう、おはようございます。はじめまして、ありがとうございます。 STU48 さん、緊急生の梶原美です。よろしくお願いします。おはよう、おはよう。パワフルポジティブ、パワフルポジティブお話ししましょう、お話ししましょう。普段は朝だと30分配信していて、夜の場合だと 1時間2時間配信をしているので、ぜひね見てください。今日はねちょっと都合があって15分なんですけどね、だからめっちゃ早口でさ、コメントいろんなの読んでるんだけど、そう、普段はもっとマイペースでゆっくりな人間なので、お願いします。インパルスさん、水色のだるま、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。勉強はできるうちにしておいた方がいいだよね。だけどみゆは勉強苦手だからね、したくないんだよね口読んでるな。
そろそろ男女組かな。そうだね、そろそろ男女組に入りたいと思います。ありがとう。ごめんね、めっちゃ早口で。13位インパルスさん、12位フラペチーノさん、11位なる先輩さん、10位ゆうきさん、9位奈良兄さん、8位マハラージーさん、7位モモンガさん、6位カンさん、5位森健銀河さん、4位おはようございますさん、3位ビッグウェブさん、2位チャンタさん、1位ベキジックスメシさんでした。はい、ということで今日もみんな見に来てくれてありがとう。ありがとうございます。申し訳ない、めっちゃ聞き取りづらい方も結構いると思うんだけど、ごめんね。あった、15分経過しました。ありがとうございます。ってことでね、今日はめっちゃ早いね配信だったんだけど、759人ありがとう、ラブ、ありがとうございます。はい、ということで申し訳ない、みんなね、申し訳ないんですけど今日はこの配信で終わりたいと思います。どうしよう、49分だったら終わるね。ありがとね、めっちゃ一瞬で申し訳ない、ごめん。夜今日できないから明日はまあ予定時間見て欲しいなって思います。よし、じゃあね、またみんな会おうね、バイバイ。初訪問の方、2度目の訪問の方、また次の時見てください。バイバイ。雨気をつけて、ありがとう。じゃあ皆さん今日も元気にいってらっしゃい。みゆも行ってくるけん頑張るね。またね、バイバイ金侍。Bye-bye.